さて時刻は間もなく4時42分になります。ここからはゲストの登場です。ということでナイト芸人のアマルくんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、はい、いや焼けてる、あ、日に焼けますよ。大道芸ですからね。すごい焼けてる。いやもうね、うん、日焼け止めでは追いつかないんですこれね、うん、いやまあ、夏場とかも特にこうねいろんなところにこう行かれてるのが、はい、ウェブの方でも見させていただいてるので、はいはい、あ、どうもありがとうございます。すごいな、全国各地いろんなところ行ってるなっていう、ね、いやなかなか、でも私ね、うん、本当はもっとブログに報告しなきゃいけないことたくさんあるはずなんですけど、はい、どうもですね、筆不詳と言いますかなかなかですね、うん、ズボラなもんですからそこをちょっとサボっておりますけど、はい、いろいろサボってたんですか。そうですねサボってるというか、うん、はい、本当はそう、面白いトピックいろいろあるはずなんですけどね、うん、はい、はい、そうですね。でもまあ本当にこう静岡で見れない分ちょっとなんかブログの方とかそういうのでね、ウェブでチェックさせていただいて、 ありがとうございます。そうなんですよ、うん、やはりこの大道芸のお仕事させてもらってると、はい、いろんな町のいろんなお祭りを見ることができますんでね、はい、うん、見るというか関わらせていただきますので、はい、面白いですよやっぱりね、日本は広いなと思いますね、うん、このだからそうやっていくと静岡の個性というか、うん、あ、なるほど静岡ってこういう町だよねっていうのも改めて感じるところはありますよ、いくつか。おー、まあ本当に秋に入りましたけれども、はい、まあ、今年いろんなところに行かれてると思うんですけど、はい、どこちょっと思い出に残る場所みたいなのあります？思い出、八戸、はいはい、に7月にこの向こうにですね、昔の仲間がお祭りを、はい、なんていうんですかね、園芸で引っ張ってるというか、うん、関わってる仲間がいて、はい、八戸に行ってきたんですけどね、はい、七夕のお祭りに、はいはいはい、多分清水も私が知らないだけで、うん、この港町のこの面白い活気のあるところあるんでしょうけど、はい、八戸はやっぱ朝からですね、うん、皆さん元気で、お母ちゃんたちが元気で、はいはいはい、もうなんていうんですかね、漁師丼というか、はい、朝2時3時にいただいたりとか、うんうん、ちょっとね一日中変な、スケジュールで動いてましたね。時差ボケ的な感じですね。そうですね、国内にいながらちょっと時差ボケな感じが、うん、もう朝2時とか、朝っていうかもう深夜じゃないですか。あ、そうですね、うん、だからちょっと早く寝てるんじゃないですか、8時とかに皆さんお休みになるんでしょうから夜は短いんでしょうけども、うん、漁師の奥さんとかだから元気そうですね。ものすごい元気ですよ、うん、あとやっぱり大道芸ちょっと目立ちますんでね、はい、やっぱ顔なじみになっていただいたりして、うん、はい、やっぱり4日目5日目になってくると、うん、もう帰りたくないなというか、あ、なるほど、八戸にこのまま住めたらなとか思ってしまう、ちょっと浮気症がねちょっと働いちゃいましたけど、うんうん、なるほど、はい、まあ、でもいろんなところでねそういう大道芸いわゆるパフォーマンスをすることによって、やっぱりプラスになることって非常に多いと思うんですけれども、いや、そうですね、うん、かなりありますね、うん、このまあ、自分たちはでもねそのお祭りを作る立場では関われませんのでね、はい、うん、言ってみれば美味しいところだけ持っていくというところがあるので、はい、そこは申し訳ないところはあるんですけどね、うん、その分だけやっぱりこうピークを、はい、盛り上がるピークをね必ず伺う先々で作るぞというつもりでは関わってますね、うん、はい、それがやっぱりいろんなところでやってプラスになる部分、また静岡でのこの大道芸に、ね、はい、置いてもいろんな部分で、はい、ね、おっしゃる通りでございます、はい、やはりですね自分の住んでる町この静岡が一番こう、はい、活気づくのがね一番私にとってもやりがいの深いところですんでね、はい、うん、まあ、言ってみればそういう各地でのお祭りのにぎわいとか、はい、やり方なるほどと思うものを全部持ち帰ってですね、うん、この静岡でこう上手に還元していきたいなという気持ちはあります。はい、まあ、その中でね結構本当にこう頑張っていつも作られている静岡大道芸新聞ありますけれども、はい、はい、こちらの方でもいろんな情報が載っていますよね。はい、そうなんです、ね、今回もこう持ってきていただいたんですけど、はい、今なんか特に静岡だと後先セブンのね、はい、うん、あの場所でいろいろ大道芸なんかもやっていたりとか、そういうところありますけれども、そうなんです、はい、結構最近は若手の、はい、いわゆるパフォーマーの方とかを目にすることも多くって、はい、静岡いろんな方が増えたなって思うんですけど、あ、そう思われますか。はい、そうなんですよね。今一番、あ、なるほど面白いな面白くなりそうだなっていう気配を感じるのは、
大学生ですかね、はい、はいはい、この東海大学とか県立大学、うん、まあ、常葉大学と、はい、まあ、ちょっと私大ちょっと今サークルがないんであれですけど、うん、この大道芸をやる大学生と、はい、あるいは大道芸じゃなくてもジャグリングだったりこの表現をこの外で表現しようっていう志を持ちかけてる学生さんがちょっと増えてきてるなっていうところがこう多分この未来を感じるところかなと思う次第です。あらあら、なんかあのそういう言い方するともうなんかこういわゆる指導の方にまだ行きそうな感じの、いやいやいや、まだまだやってもらえないですね。そうですそうです、私はねもともと先生になりたいつもりもないですし、はい、ただこの静岡でこの大道芸をやってるメンバーをこうピックアップというかこう思い起こすとですね、やはり自分まだ35なんですけどね、はい、この30半ばの世代がこの頭になってきてしまうというところはねやっぱありますので、はい、やはり自分はちょっと意識的に大人にいい大人でいないとなという意識はありますね、はい、うん、まあ、でも本当にこう若い方たちもどん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 こう出てきているっていう部分の、はいはい、なんだろう、あのプラス部分もあるし、はい、反対にその若い子たちが出てくると、はい、そういういわゆるベテラン域になってきたアマル君もね、ええ、やっぱこううかうかはしてられないっていうね。まあうかうかですね、うん、いやまあでも役割分担ってあると思うんですよね、はいはい、私はまあそういう意味ではベテランというか、まあ、もう若手ではもうなくなってきてますので、うん、だってもう12年とか、あそれがもう14年目ですね。14年目、はいはい、芸歴で言えば、いや学生時代から、それこそ私も学生時代から始めた口ですので、うん、はい、そこからカウントするとそう14年15年目になってきてますね。はい、はい、そうか、なんかあの、はい、永遠の若手なイメージの雰囲気が浜田君とかあるし、いやそれも、ね、なんかいつも嬉しいな感じがすごくあるじゃないですか。ありがとうございます。やっぱりこうパフォーマンスとか見ても、こう円熟みっていう部分がこうすごく売りの人もいれば、なんかいつも新しいものをどんどんこう取り入れて、なんかすごくフレッシュな感じの、ありがとうございます。浜田君とかやっぱりいろんなこと取り入れるじゃないですか。あ、そうなんです、うん、私はやはりもともと大道芸って多分この旅を回って、はい、街を巡業する人たちなので、一つの演目をこだわって作っていけばよかったと思うんですけど、うん、自分はこの静岡という一地方都市にこの今日構えてですね、はい、でお祭りもご縁があれば毎年呼んでいただいたりとか、うん、そういった機会もいただいてますので、だったらそうおっしゃる通りこのフレッシュな部分、この毎年、うん、あ今年はこれ来たか、あ今年はこう来た、なるほどねと言ってもらえるように、はい、そうなんです、この一つの芸を極めていくというよりは、うん、スタイルとしてはそう毎年こう手を変え品を変え、うん、物語を変えというやり方をしてますね、うん、はいはい、だから本当にこうね、パフォーマンスを今年どんなのかなって思ってもちろん楽しみでこう見るんですけど、こんな感じになったみたいな、去年の例えば流れをね、はい、頭の中に入れておいたものと全然裏切られて、あーこう来たかみたいな、いやそうなんです、うん、そういうところはだからある意味でお客さんを裏切ってしまう部分があるかもしれないんですけど、そこはねご容赦いただいて、それが楽しい。あそうですか、うん、ありがとうございます、はい、今年もその大道芸ワールドカップが来月ありますけども、はい、うん、そこでもオフ部門で一応出させていただきますので、はい、演目をですねやはりこれまでのものプラス、はい、ちょっと違う形のものを今考案中でございます。おお、はい、まあ確かにもう1ヶ月なんですよね、大道芸。あそうなんですよ、そうなんですよ、うん、もうねもう今まさに作ってるところですね、はい、やっぱそうなんですね、はいはい、新しくこう試していくっていうものもあるだろうし、はい、ね、あのそういう新しいものをどんどんこう作っていくっていうアイデアってどういうところから生まれるんですか。いやちょっとしたことですかね、はい、日常生活の中でももちろんありますし、うん、あとは意識的に探すぞっていうつもりで街を歩く、はい、人と会う、そういうところからですかね。やっぱりですね、うん、こういきなり生まれるんですこういうのって、はいはい、あドキッとした瞬間に出来上がるもんですから、作ろう作ろうと思っててもできないもんなんですけど、うん、だから、まあ、ちょっと楽観的に言わせてもらうと時を待つというか、はい、そう入り口の話をすればそういうところはありますね、うん、まあ、でも今はちょっと入り口はもう超えて、はい、作り始めてるところですけども。なるほど、はい、非常にじゃあそちらの方も楽しみなんですけれども、あ、はい、ありがとうございます、まあ、今回いろいろこうね、もちろん大道芸ワールドカップ in 静岡、はい、ね、そちらの方も非常にこう楽しみであるんですけれども、はい、いろいろあるんでしょ、他にもこうアマル君やってることって。そうなんです、うん、
いろいろあるんです。ちょっとありがたいことにこの今月10月はですね、はい、特にこの静岡市内県内で活動させていただく機会が多いもんですから、はい、そうですね、この機会にインフォメーションできたら、うん、と思っております。勝手ながら、あ、いいですよ。あ、でそうですか、はい、まずじゃあ一番そうですね、熱いトピックの一つとしては、はい、これ静岡県の事業なんですけど、はい、子ども芸術大学講座というのがありまして、これ県内の小中学生に向けてこう、はい、文化を通じてこうなんていうんですかね、ちょっと人間力を高めようというような形のものだったと思うんですけども、はい、で自分は大道芸という、まあ、このカテゴリーの中で、はい、請け負ってるんですけども、はい、今子どもたち小学生高学年が中心なんですけども、うん、ついこの間始まったんですけど、毎週火曜日にですね、はい、某所でこの子どもたちにこの大道芸を仕込むという言い方はあれですけど、はい、最中でございまして、うん、で10月29日の火曜日にですね、はい、夜アイセル21のホールで、入場無料のこの子どもたちによる発表会があります、うん、ぜひ、子供たちもこのラジオ聞いてる子もいるかもしれないですけど、はい、そう興味があったらぜひね、この子供でどこまでできるのかとか、うん、このねそういう面白いところ、はい、このアイセルでね今やってますので、うん、見に来てもらえたらなと思います。10月29日火曜日、はい、夜7時開演予定でございます。場所はアイセル21のホールを予定してます。はい、はい、まあ、でも本当に子供さんとかって、はい、もうなんだろう、こう進歩の仕方が、はいはい、尋常じゃないぐらい早くないですか。いや進歩もそうだし、子供たちはですね、ま、うん、っすぐ好奇心をですねまっすぐぶつけてきますので、はい、いやーすがすがしいですよ。うまい下手、うん、もちろんあるんですけど技術的には、はい、いやそういうのもね度外視してもうねそのすがすがしさで、はい、もうショーになっちゃうなという気はします。はい、なるほどね。いやその辺もちょっと楽しみですね。はいはい、はい、さあ してそれから、まあとはですね、いつも宣言通り静岡の宣言通り商店街でいろいろお手伝いをさせてもらってるんですけども、はい、うん、今度10月13日の日曜日ですね、はい、宣言通りでおなじみの長政祭りがもう迫ってきてますね、はいはい、2週間もうすぐです ね次の週末ですね日曜日。これ私は出ないんですけど、はい、まあ、ちんどん屋風の仲間と、うん、あとカンカラ三線の岡大輔くんという歌い手の子、はい、浅草で活躍している男の子ですね、はい、私と同い年なんですけども、うん、彼なんかがですねこの来てワイワイやってくれると思いますんで、タイのこのにぎわいとともに、はい、この大道芸というかもね、うん、楽しみいただきたいと思います、はい、で私はその間ですね SL フェスタ、はい、島田の方にですねまたちょっと浮気をしてきますので、うんうん、すいませんけども、はい、SL フェスタの、はい、同じ13日、13日は、うん、浜松ですね、はいはい、そうですね、うん、この13日の週末はでも島田方面におりますね、はいはい、13日は浜松の、はい、火力牧センターというところ火力牧センター浜北ですね、はい、浜北で、うん、イベントに出てる予定です。はい、はい、まあこれはいいですね、もう市内のやつで言うと、うん、10月18日の金曜日に、はい、皆さんもうご存知と思いますけどマークイズ静岡でありますね、うん、商業施設新しくできたとこですね、はい、ここで3階のフードコートのステージ仮設ステージができるみたいなんですけど、はい、そこでですね夜7時から、うん、それこそ大道芸ワールドカップの PR を目的にですね、はい、自分がちょっとステージを預かりますので、うん、お近くの方はぜひ夜7時マークイズ静岡にお出かけください。はい、はい、ぜひぜひそちらの方ね、はい、浜力見たよっていう方なんかは、はいはい、あぜひぜひ10月18日金曜日の夜7時です。はい、はい、まあ、本当に10月、はい、まあね、芸術の秋、食欲の秋、スポーツの秋、いろんな秋があるんだけど、あ、はいはい、天野くんにとってはやっぱり大道芸の秋ですね。あ、そうですね、うん、いや年がら年中大道芸のシーズンになってしまいますけど、はい、私の場合は、はい、うん、そうですね、おかげさまです。でもなんか自身でこういろいろプロデュースをしたりとか、はい、あとまあ本人が出たりとか、ええ、いろんな部分でこう最近活躍されているので、はいはい、すごいなと思うんですけど、この後先
はい、ね、あのセブンでも後先大道芸人ミーティングみたいなのあれやってるんですか。あ、そうなんです。これね、毎週水曜日の午前11時から、はい、夕方6時まで、はい、ジャグリングの道具を無料貸し出しする形で、はい、この地域の方にですね、よかったら遊びに来てくださいよという企画、うん、毎週水曜日やってるんですこれ、はいはいはい、ただちょっとね、意地が悪いことに水曜日ですからね、はい、なんで水曜日かというと大道芸人は休日暇がないもんですから。あー、そっかそっか、すいませんけども、うん、大道芸の人たちに気軽に集まってもらうために申し訳ないことに、はい、まあ、水曜日、うん、平日のど真ん中にちょっと準備させてもらってます。はい、はい、これ時間的にはどんなぐらいの時間的にその皆さんいらっしゃるんですか。あ、早い人は11時からやってますよ。あ、そうなんですね。でも大体2時3時になってからですかね、うん、面々が集まってくるのは、はい、で、まあ、これも少しずつ、うん、まあのんびり続けさせてもらいながら浸透していけばと思ってまして、昨日も水曜日なんでやってきたんですけどね、うん、はい、昨日は何人かこの終盤に興味を持ってくださった方が関わってくださったりもしましたね、はい、うん、とにかくジャグリングってとっつきにくいと思うんですね。デビルスティックとか中国ゴマとかシガーボックスとか道具の名前だけ聞いてもなんじゃそりゃというところがあると思うんですけど、はい、この道具をですね、とにかくまず触っていいですよと、はい、壊れるというか手作りでやってますんでね、うん、はい、あのいいですよ、好きなだけ使ってくださいという形で準備してます、うん、それから毎週水曜日の月末の水曜日、はい、10月11月12月、うん、この3ヶ月間ですね、月末の水曜日に発表会もやってます、はい。あ、そうなんですか。はい、はい、ちっちゃい発表会ですね、うん、で持ち寄りの飲食会です、はい、でさっきですね、偶然アコースティックギターを抱えたジル君に会いまして、あー、なんか僕も聞いたことある子だな。そうですよね、矢口さんもよくご存知と思うんですけど、はい、歌い手さんですね、ジルさん、はい、彼をね、ちょっとさっき声かけてきたんで、10月30日来てくれるんじゃないかなと勝手に期待してるところでございます。なるほどなるほど、はいはい、はい、そうなんですね。はい、そうなんです。ちょっとジル君も来て、はい、いろいろやっぱね、音楽だけじゃなくてね、いろいろこうできるようになった方がいいですからね。ま、いやいや、そう、いや、ジルさんはもう歌一本で言っていただければ。そうなの？ジル君もいろいろなんかやんないとダメだよ。そうですか、うん、そうか、そうですね。そういう熱い話もジルさんとしたいですね。うん、同世代ですんで。はい。はい、あ、そうか。いや、でもなんか本当にこうね、これから大道芸に向けての準備もあるし、はい、ええ、いろんな部分で、はい、なんか、動いていかないといけない大変さもあるけれども、いやいやいや、すごく楽しみですね。そうです、とにかく楽しみにしていただけるように、うん、私自身も楽しく取り組めたらなと、はい、ちょっとね、自分勝手な物言いですが、自分も楽しみながらやっていきたいなという気持ちはありますので、はいはい、こちら興味があるなという方なんかはホームページもあるんですよね。そうです、はい、ホームページありますね。私のホームページも、はい、ひらがな3文字で、うん、アマル、はい、とあと大道芸で検索していただければ多分出てくると思います、はい、うん、はい、よろしければお気軽に何でもお問い合わせください、はい、そしてまあ水曜日ね、毎週水曜日、まあ、本当に早い人だと午前11時から、夕方の6時頃まで、はい、後先大道芸人ミーティングというのやってますし、 そうなんです、まあ、そこでアマル君に会っていろいろこうね、あ、そうです、僕も大道芸人になりたいなっていう方が、ね、そうそうそう、いいですよ、何でも、うん、何でも人生相談でも何でも遊びに来てください、はい、矢内さんもぜひ一回行ったね、お手すきのタイミングで、そうそうそう、来ていただきましたね、ちょっとまた行こうと思います。ぜひ、ちょうど昼ラジの番組が終わった後に、終わったあたりでぜひお待ちしてます、はい、はいはい、ということでね、今日は大道芸人のアマル君に来ていただきまして、はい、まあ、本当にもうちょっといろいろ話を聞きたかったんですけども、あ、ありがとうございます。なんだろう、美味しいものはちょっとずつ取っといて、はい、次また来てもらっていろんな話ができればなと思いますので、はい、ありがとうございます、はい、そうなんです、宣言通りでも11月にも面白いのやりますんで、うん、はい、はい、お、ということは11月初めぐらいにまたちょっと来てもらおうかな。あ、で、そうですね、はい、いつでもお声掛けください、うん、そうですね、面白いこといっぱいあると思いますね、これからも、ということなのでね、皆さんそちらも楽しみにしていただければなと思います、はい、ということで、アマル君どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。